お願いいたします。あ、よろしくお願いします。ちょっとじゃあマスク外しちゃいますけど、お願いします。はい、まあフルオープンでご覧になってたと思いますけれども、まあ、まずは今日は、23日の日に、会社会長をはじめとして役員の幹部の先生方大臣室の方に来ていただきましたので、今度は私が伺おうということで、でこの学術会議の施設、これも見させてもらいたいと思っておりましたので、そこの行動とかあるいは事務室などを見させていただきました。でその後、まあ、意見交換ということでやらせていただきまして、まあ、そういう意味ではいろいろ率直なご意見を賜ることができたと思っております。私の方からも、まあ、これは先週会社会長が問題意識として、提出された中から私も関心ある項目として提言機能をどうやって強化していくかとか、あるいはその推薦プロセス、このことによってどうやって多様性をより向上していくかと一定のことに関心があったものですから、そういった点についてもいろいろご意見を伺えて、そして学術会議と我々政府の方で未来志向で、きちんとコミュニケーションを図りながら協力してより良いやり方を目指そうといったことについても一致できたということが良かったと思っております。今日はいろいろいただいたご意見をしっかり受け止めながら我々の方でも今後作業を進めてまいりたいと思います。今日会長から、はい、提言の強化、提言機能の強化で英語化はできないかというのがあったんですけども、ただリソースが足りない、まあ、要するにお金が足りないということなんですけども、学術会議の財源については大臣どのようにお考えですか。そうですね、その英語化英訳の話についてもこれ会長の今日お話ですから、まあ、まずはその学術会議の方で検討していただいて、おっしゃるようにそのことによってどれだけ経費がかかるかとか、あるいは何かクリアすべき問題点があるというのであれば、また教えていただければそれを受け止めた上で考えていくということになっています。2015年にですね、担当大臣の下で改革10年後の見直しを行って報告書というのが取りまとめられています。でそれに対して現状のどこを見直していくかという指摘をしていくべきじゃないかという意見が会員からあるんですが、この点大臣はどうですか。そうですね、2013年に限らずですね、過去こういった見直しの議論もしていただいたので、まあ、当然のことながらそれについてはきちっとフォローアップをしながら、さらなる見直しをどうするのかということを考えていきたいと思っています。法改正を伴うですね、改革の検討、これをしていく場合は総合科学技術イノベーション会議、この下でやはり行うのが適切ではないかという声が出ているんですが、この点いかがでしょうか。先ほどちょっと最後のところで申し上げましたけれども、そのシスティの方はですね、提言についてもいわば受け取り手でもありますので、ですから今回のいろんな検証の、まあ、全体としてシスティの先生方ともちょっと意見交換したいとは思っています。改めて3つの部の部長から任命拒否問題の解決を求める声が今日出ました。でもちろん任命権者は総理だと今承知しておるんですが、この問題の解決をなくして率直な意見交換というのはできるとお考えでしょうか。今日おかげさまで私は率直な意見交換できたと感謝をしています。首相の発言にですね、推薦基準というものが昨日まで出てきました。で政府では学術会での業績判断17条ですね、ここをそもそもどう捉えているのか、まあ、担当大臣としてこの会議法17条これをどう捉えていらっしゃるんでしょうか。ですから今日ちょっと推薦のプロセスについても、伺わせていただきました。それから個人のその業績についての評価と、それからまあ学術会議全体としてどうやって多様性を確保し高めていくかと、まあ、なかなか難しい問題ですねというふうに、まあ、私の方からも尋ねましたら、やはりそのバランスがなかなか難しいんだといったような答えがあったので、私はまあそんなふうに理解しています。これまでずっと大臣答えを避けられていますが、やはり担当所管大臣として今回拒否された6人この方がいることで、果たして多様性というのは阻害されたと思うんですか。任命のことについては総理の権能ですから、総理の方にお聞きいただきたいと思います。
年末に向けて報告書が自らがまとめると言ってますけれども、2ヶ月っていうのは拙速だという意見もありますが、十分な時間と言えるんでしょうか。そうですね、これなかなか難しいと思ってます。まあ、確かにその十分かどうかといったこともありますが、他方で、まあ、これだけ国民の皆様の関心も高いですから、まあ、あまり悠長にやってもいられないと。やはり、まあ、より良くしていくことですから、スピード感を持ってなるべく早くやるべしと、こういった要請もありますので、まあ、両方の要請を踏まえながらバランスよく対応していきたい。年内とおっしゃるのは、政治の方でもその改革の方向性を出すのが年内という、そういう捉え方でいらっしゃるんでしょうか。学術会議の方がまず報告書をまとめて出しますよね。はい、でそれを元に検討して改革の方向性というのを出していくんだと思いますけれども、それも年内にやるという、そういう理解でよろしいですか。そうです。すみません、任命拒否の理由は学術会議にまだ説明していないという認識でよろしいですか。これは任命の話は総理の権能なので、大臣としていただきます。総理は説明、理由を説明まだしてないというのは、これは総理の方にお聞きになっていただきたいと思います。総理がしてるかしてないかを担当大臣から見て、したのかしてないのかどっちですか。ですから、これ総理がしたかどうかというのは総理の方に聞いていただければと思います。総理は何て大臣には説明はしたって言ってるんですか。私について特にご説明はありません。私に対しては大臣から見てどうですか。それは総理の方にお聞きになっていただきたいと思います。次の日程がございますので、あと2問でお願いいたします。今日3人の部会長から改めて6人が任命されていないことによって活動に支障が出ているというお話がありましたけれども、これは総理の方ではどのように大臣から報告される予定でいらっしゃいますでしょうか。どういう方法になるか、いずれにせよお伝えをしたいと思います。それからやはり210人という定員が欠けている状態、違法な状態でこのように改革の方向性の話し合いだけが進んでいく、これやはり会員の方から見てもおかしいのではないかという声がたくさん上がっています。まず大臣としてですね、この あるべき会員の姿に戻す、ここからスタートすべく、総理大臣含めてですね、いろいろ働きかけをしていく、こういうおつもりはございますか。私はですね、やはりこの学術会議のあり方を検証して必要があれば見直すといったことも非常に重要だと思いますので、しっかり取り組みたいと思っています。はい、以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。